すごく面白い本だなと素直に思いましたし、向き合いがいのある役だし、そういう作品だし、すごく僕は好きっていうとちょっと難しいんですけど、面白いと思いました。なんかもうちょっと例えば変わり者だったりとかサイコパスだったりとか、そういうところを押し出していった方がいいのかなって思って読んでたんですけど、なんか現場入って監督とこう作ったりとか、まあ、監督の話とかイメージ聞いてると、あ、多分そうじゃないんだなっていうので、比較的ナチュラルにやってるつもりではいるんですけど、まあ変なやつなとこも確実にあるし、サイコパスっぽいところもあるし、見てる人がどう撮るか分かんないんですけど、でもきっと小春と大悟にとっては、あの大悟にとって、まあ、小春っていう人はやっぱ運命的な出会いだったんだろうな、双方がやっぱそうなってるっていうのがまたこの物語の悲しいところだったりもするので、うん、すごく起きてることとかで、あの結末に向けて、どんどん、まあ、バッドエンドというか、どん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 あの悪い方向に進んでいく話なんですけど、でも実はすごくいい方向に進んでいたかもしれない話で、じゃあなんでその悪い方向になっただろうっていうのを一つ一つずつこう考えていった時に、実は正解がないんですよね。あのみんなそれぞれどこ、じゃあ劇中でもどこで選択肢を間違えたんだろうっていうのが小春が思うことが出てくるんだけど、実は選択肢って間違ってないっていうか、そこのその場その場でその人ができる最善の選択だったりとか、逆にそうするしかなかったっていう選択だったりとか、あの誰が悪いわけでもないんだけど、ただただその人生のいろんな選択の中で最善を選んできてたはずなのに、ゴールがそこに行き着いてしまっていることの、人間の弱い部分とか脆い部分とか、でそういうのはすごく本当にそういう意味で面白い作品だと思っているので、だからそれこそあのジョーカーと僕一緒だなと思ったんで、この本を小春ってジョーカーみたいなもんだななんて思って見てたんで、だから本自体やっぱすごい面白いですし、まあでもまあなんだかんだ言いましたけど、好きに見てください。はい、哀愁シンデレラぜひご覧ください。なぜその女性は社会を震撼させる凶悪事件を起こしたのか。大丈夫ですか？すいません。あるところに幸せを夢見る一人の女の子がおりました。僕が生きてるのは小春さんのおかげですか？出会ったのはお医者様とその娘。小春ちゃんが桃なる上層生。私はちゃんと光の母親になる。まさにシンデレラストーリーだよね。女の子は末永く幸せに暮らしたのでしょうか。僕は光のためだったら何だってできる。壊した！いけないんだ、いけないと。シンデレラの物語怖いもん。足のサイズしか知らないのに結婚して大丈夫？母親になることと母親であることは違うのよ。光、お箸使いなさい。トイロな聞かせるんだよ、親なんだ。ほんと素敵な旦那様だよね。食べることしか脳にねえのかよ。クルミちゃんが死んだら事故じゃない。母親失格です。ママ死ぬ子がいるわけないでしょ。価値観が乱高下する禁断の裏おとぎ話サスペンス、哀愁シンデレラ。すっごい心拍数爆発しちゃうかも。すごく面白い本だなと素直に思いましたし、向き合いがいのある役だし、そういう作品だし、
すごく僕は好きっていうとちょっと難しいんですけど面白いと思いました。なんかもうちょっと例えば変わり者だったりとかサイコパスだったりとかそういうところを押し出していった方がいいのかなって思って読んでたんですけど、なんか現場入って監督とこう作ったりとか、まあ、監督の話とかイメージ聞いてると、あ、多分そうじゃないんだなっていうので比較的ナチュラルにやってるつもりではいるんですけど、まあ変なやつなとこも確実にあるしサイコパスっぽいところもあるし、見てる人がどう撮るか分かんないんですけど、でもきっと小春と大悟にとっては、あの大悟にとって、まあ、小春っていう人はやっぱ運命的な出会いだったんだろうな、双方がやっぱそうなってるっていうのがまたこの物語の悲しいところだったりもするので、うん、すごく起きてることとかで、あの結末に向けて、どんどん、まあ、バッドエンドというかどんどんあの悪い方向に進んでいく話なんですけど、でも実はすごくいい方向に進んでいたかもしれない話で、じゃあなんでその悪い方向になっただろうっていうのを一つ一つずつこう考えていった時に、実は正解がないんですよね。あのみんなそれぞれどこ、じゃあ劇中でもどこで選択肢を間違えたんだろうっていうのが小春が思うことが出てくるんだけど、実は選択肢って間違ってないっていうか、そこのその場その場でその人ができる最善の選択だったりとか、逆にそうするしかなかったっていう選択だったりとか、あの誰が悪いわけでもないんだけど、ただただその人生のいろんな選択の中で最善を選んできてたはずなのに、ゴールがそこに行き着いてしまっていることの、人間の弱い部分とか脆い部分とか、でそういうのはすごく本当にそういう意味で面白い作品だと思っているので、だからそれこそあのジョーカーと僕一緒だなと思ったんで、この本を小春ってジョーカーみたいなもんだななんて思って見てたんで、だから本自体やっぱすごい面白いですし、まあでもまあなんだかんだ言いましたけど好きに見てください。哀愁シンデレラ、ぜひご覧ください。なぜその女性は社会を震撼させる凶悪事件を起こしたのか。大丈夫ですか。すいません。あるところに幸せを夢見る一人の女の子がおりました。僕が生きてるのは小春さんのおかげですか。出会ったのはお医者様とその娘。小春ちゃんがママなら超賛成。私はちゃんと光の母親になる。まさにシンデレラストーリーだよね。女の子は末永く幸せに暮らしたのでしょうか。僕は光のためだったら何だってできる。私のサイズしか知らないのに結婚して大丈夫？母親になることと母親であることは違うのよ。光、お箸使いなさい。トイロな聞かせるんだよ、親なんだ。本当素敵な旦那様だよね。食べることしか脳にねえのかよ。くるみちゃんが死んだら事故じゃない。母親失格です。ママ死ぬ子がいるわけないでしょ。価値観が乱高下する禁断の裏おとぎ話サスペンス、哀愁シンデレラ。すっごい心拍数爆発しちゃうかも。